皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は初心者に向けてのレッスンです。今回はですね、このフェイス、クラブフェイスの向きというのをスイングの間にどのように向いているのが正しいのかというのを説明をしていきます。この動きを理解しておくことで方向性は格段にアップします。ただですね、このフェイス面の向きっていうのが頭の中でしっかりとイメージできていないと、何かこう毎回打つたびに方向性が違ったりとか、一か八かのショットになってしまいますので、不安が、よぎった、スイングになってしまいます。しっかりとここでフェイス面の向きを、正しい動きを覚えておくことで、安心してスイングが作れていきますので、このフェイス面の向き、どのように動くのかというのを覚えていただきます。このですね、フェイス面の向きについては動画を2本に分けて説明をしていきます。前編後編という形でやっていきますので、まずは、今回は前編からご覧ください。それでは始めていきます。まずですね、最初このようにアドレスを取った時っていうのは、もちろんこのようにアイアンというのは真正面に向けていかなければいけません。例えばこれが右に向いているこのような形ですと、フェイス面ボールというのは、右に飛んでいってしまいます。たとえスイング軌道がまっすぐこのように来たとしても、ボールは右に飛んでいきます。逆にこのように向いていた時に、振っていけばもちろん左に飛んでいきます。この辺は、当たり前のことなんですが、しっかりと頭に入れておいてください。まずですね、この向きがどうしてもわからないという方はですね、アドレスまっすぐ構える方法というのがあります。このようなですね、角にクラブをセットして置いてみてください。フェイス面をあてがって、この段差があるこの部分にしっかりとまっすぐにあてがって、このラインに対して垂直に体を構えていくという形にすると、フェイス面の向き、まっすぐが作られます。このようにすることで、この最初のアドレスの形のフェイス面っていうのは覚えていきやすいので、このように角に当てたりとか、例えばですね、何かこう直角ができる箱などを置いて、アドレスのフェイス面の向きをあてがっていくと、まっすぐの形が作られますので、これを覚えてください。それではですね、スイング中の動きについて説明をしていきます。まずは静止の状態のアドレスのこのフェイス面の向きは大丈夫なんですだと思いますが、ここから動き出しなんですけども、この動き出しは基本的に手首の角度を変えないので、動きを使わないので、この向きのまま動いていきます。このような形です。まっすぐボールを向いたまま動いていくというのが、膝までの動きで頭に入れておいてほしい動きです。ここでよくあるミスとしては、フェイス面がいきなり右を向いてしまう形、オープンフェイスっていうんですが、このようにグッとこのように向いてしまう形ですと、このスイング軌道がですね、インサイドに入ってしまう動きになりやすいので注意が必要です。このフェイス面の向き、まずは今回覚えていただきたいのは、膝から膝までのフェイス面の向きというのをしっかりと覚えていきます。例えばまた逆に外に上げてこのように開いてしまう形、これも NG です。まっすぐボールを向けたまま動かしていく、これが正しいフェイス面の向きになります。はい、それではですね、この膝からフォローのラインも見ていきます。ここからボールを構えてフォローの動き、真正面で捉えていきます。ここからこのような形ですね、少し体の中心に対して動いてくる動きが正しい動きです。少しだからなんとなくフェイス面は左を向いている形になると思いますが、これが正解です。まっすぐ飛ばそうとしすぎて、このようにフェイス面をまっすぐ真上に向けようとすると、正しいスイングができません。引っ掛けや右にスライスを作ってしまいますので注意が必要です。ここから体の回転に合わせてフェイス面もローテーションしてくるという動きが正しい動きになります。もう一度いきます。膝から膝、ここからはボールを向いてくる形、そのまま体をターンして少し左に向いてくる形、これが正しい形になります。これをしっかりと覚えていただいて、まずはこの膝から膝の動きっていうのを覚えてください。で、次ですね、腰から腰もやっていきます。ここからフェイス面をボールに向けていきます。そこから体を回してさらに上げていくと、自分の前傾角度ぐらいのフェイス面の角度になっていきます。この形になっているかチェックをしてください。例えば先ほどオープンフェイスと言っていた状態で、このように上を向いてきてしまう形というのは、クラブヘッドがインサイドに入ってしまう形になりますので注意が必要です。また外に上がりすぎてしまう形も、フェイス面の向きが前傾角度になりにくいので気をつけてください。このような形ですね、真正面に真後ろに持っていく、これがバックスイングの正しいフェイス面です。今の動きを頭で、なんとなく追いながら練習を繰り返し行ってください。そこができましたら次はダウンスイングです。このように正面に向いていきます。
そこからフォローのラインです。このようにターンしてきた時に、この腰のラインでは垂直のラインから少し下を向いた自分の目線から見た11時ぐらいのフェイス面の向きっていうのが正しい形になります。 NG な動きは先ほども言いました、まっすぐ出そうとした、このようにフェイス面が上を向いている形というのは NG になります。このですね、腰から腰、しっかりとフェイス面の動きを頭に入れてください。このようにすることで方向性というのは格段にアップしていきます。何度も頭をイメージで、今ここ向いてるな、今こう向いてるな、ここからこう振り抜かれてこう向いてるなってことがですね、見なくても残像でですね、はっきりと分かるようになるまで素振りを繰り返してください。これができましたら、今回の課題は OK です。次のステップへと進んでいきます。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。